って一回疑われた時に「かすみそんなわけないじゃん」みたいな「かすみだったらもっとうまくやってるよ」みたいに言ってて「ああそっかー」みたいな。ゆず何でも信じちゃうマンだから「ああそっかー」と思いながらであみこちゃんが本当に人狼じゃなかったらもっともっと大暴れしてでもかすみは人狼じゃなーいって大はさぎしてるから。 あの反応はあのすまし方は絶対カスかすみちゃんが人狼だったよって言ってて <laughs> うわすげえって思いながらそうめっちゃ面白かったんな人狼だからみんなで人狼もう一回したいんやけどさみんなしてくれたかったでもその時ちょっとトークポート中やったからさ <laughs> そうあのそうできなかったのはしゃあないんやけどな。 そうめっちゃ面白かったぜひまたやりたいはしゃぐ以上可愛いってありがとう <laughs> あ<り>面白かったよあとはねなんかねあとは何のゲームしたいかなあとはなんかあの何だったっけあの全員裏声で喋る 全員裏声で喋るゲームもしたい。特 <laughs> 歩中に。あのトークポートのでトークポート始まるからもう無理ってなったん。そう。トークポートなんかリリーベ期間にさトークポートやってたじゃん。誰の集合してやって もう一回やりたいですって言ってて。で、30分ぐらいかかるから、いや、もう始まるよ。みたいな。また今度ねーってなった。けど、けど、大手町三井ホールの時も、なんか時間あるねみたいな。なんか瀬戸利とか決められるのあったら決め事しちゃおうみたいな感じだって、それも終わって、時間あるねみたいな。え ししましょうよって言ったけどなんかダメだったその時のみんなのテンションは人狼じゃなかったみたいゆず結構人狼を引きずってるんやけど次こそはゆずちゃん生き延びてみせるそして人狼を暴いてみせるっていう意気込みねそう, <laughs> そう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  その時トークボート行ったら人狼の話された男の、あ、ほんまにタピちゃんそうかそう。人狼してめっちゃ楽しかったの。あれはすごく楽しい思い出。ゆず8人で一番楽しかったの、それかもしれない。<laughs> 朝って言われそう。え、けどね、ゆずは楽しかった。ゆずが人狼。いや、 うまいこと全員を殺してみせますができると思うけどゆずさ自分でさ嘘つくの得意と思ってるからさだからさなんか意外やったゆずがすぐ「なんか騎士です!」とか言っちゃって殺されるのがなんかあゆずってこんなにバカだったんだって思った。 なんか残念だなって思っちゃって。でもだから次は絶対に、そう、やり抜くってゆず <laughs> ニヤニヤしてすぐ、えー、なゆずさいつもニヤニヤしてんのにさ、なんかさ、ニヤニヤしてたらさ、なんか、な <laughs> なんか、いつもニコニコしてるのに、 その時だけなんか「いやゆずちゃんニヤニヤしてるから怪しいぞ」って言って一番に殺されるかもしれないそう正直者なんだねーだってゆずちゃんゆずちゃんなんて言ってたってピュアピュアガールだからさもう正直になんでも言っちゃう。<laughs> まるでいいことかのように言っちゃう面白い。 明日仕事、ね、そうやなゆずちゃんも明日お仕事なので明日は TikTok 撮るぞみんなみんな明日も TikTok 反応してねいっぱいいっぱい拡散してねそれでは13位の方からお名前読んで終わりたいと思います13位ルアルアさん12位ヒロ11位いちこさん10位おマイちゃん、9位テルさん8位アズマヤ7位 BB ビビさん6位イッカイさん5位タベッチ 4位、がっくりさん。3位、フェリカちゃん。2位、タッピちゃん。1位、タッカアティー。ありがとうみんなありがとうこんにちはだってニュアイさんまた来てな。明日も配信してるし。本日の配信はこれにては終了です。この後は、チアーズを投稿してから寝ようと思います。まだサポーター登録してない人は、ぜひサポーター登録してくれると嬉しいです。 それではおやすみなさーい3 2 1うーん